井沢に行く前の腹ごしらえですね。そうですね。ちょっといろいろバタバタしちゃって、うん、一番最終便で何時着だっけ、10時40分に軽井沢着くやつはまあいないだろうね。マジでいない。うん、一番遅い。そう、向こう着いてから、うん、カーシェアで、そう、今日はスパでも行こうかなって話をして本当にこれ編集合宿ですかって。いやいやいや、まあ、前日ぐらい楽しもうよ、うん、さすがにね。その分明日がもう地獄だからね。地獄だから、うん、今日のうちに全部疲れを今日ぐらいは終わるから、うん、今日ぐらいは前も送って、うん、スパ行って楽しみましょう。そうしよう。これ間違えて明日の切符買ってました。今日6月4日なんですけどこれがこういうアクシデントもね、つきものってこと。いや、これがでもさ、これがアクシデントにしちゃギリギリすぎない。これがエンターテイメント。まああと8分よ。あ、間に合った、よかった。申し遅れました。本日ね、ヘロジュンと私やねすけ2人で編集らしく AE 編ですね。はい、AE 編ですね。 CG 編です。これは今回あげる動画は殺し屋小学生のパート4なんですけど、ありえないくらいの AE の量があるので、 AE 担当で基本的に今僕とウロジュンの2人でやってるので、 AE 担当の僕たちは、本当はね今日休みだったんだよね。本来は休み。そう、2日間。そう、2日間。奇跡の2連休があったんですけど、まあ、ちょっとそれをね、休みを返上して編集しないともう間に合わないということで、どうせ休み返上するならちょっといいところで編集らしくさせてくれって言って、みんなの了承を得て、本日いいことになりました。ということで、2泊3日の編集合宿、はい、頑張っていきましょう。おい、ジージー。はい、着きましたと。着きましたね。現在時刻、10時40分でございます。あ、でも俺今日疲れてるね。まあまあまあ、そうね。なんだかんだ大会議やってさ、うん、サブ、そうそう、サブも取って、うん、いろいろ作業してたし、うん、まあ、移動も、移動時間中も作業してたからさ、うん、じゃあ一旦サウナでも行きましょうか。ようやく宿到着しました。ありがとう。ありがとう。現在時刻は、現在時刻は、日付変わって午前2時43分でございます。何をしてたんだ俺ら。2時43分。ちょっとルームツアーしていきます。しようね。こちらまだ回ってないから。そう、うん、こちらリビングになります。はい、まあ、ここでね、練習使うか、ちょっとお菓子食べて、うん、お酒飲みながら、うん、まあ、談笑する憩いの場ですね。こちら遊ぶんですか。遊びませんけど。遊ばないよね。遊びませんけど。お酒なんて飲まないよね。そうそうそう。選手がなければ。なければ。お菓子みたいな。これお前が買ったんだ。責任転換しようとしたわ。どうなん、どうなってんの？じゃあ行きます。お、お、お、お。浴室です。浴室にね。本当洗面台。木の香りがすごい。そうね。落ち着く。匂いがなかなか。来ました。寝室でございます。すごい、いつでもキータを呼べるっていう。一応3人分は、うん、うん、嘘つくなよ。お、すえは。え、ちょっと、僕ら2人しかいないんですよ。本当に。やっぱ、こんじりも読んで、歌言うと、右もも、左ももで。そうだ、ちょっと。うん。うん。何じゃないの？この景色。明るくなんないの？見えないか。うん。これは朝になって、そうだね、お楽しみですね。はい、とにかく
大自然に囲まれております、ね、匂いが違います。はい、という感じで、じゃあ乾杯。まあトラブル続きですけど、はい、明日頑張りましょう。頑張りましょう。うん、ジージー。というわけで今日練習合宿ですっていう幻想を抱きながらひたすらパソコンに向き合いましょう。いやそうだね、でもこのね絶景だったら頑張れるよね。うん、頑張れるよ。大正解だったと思います。そういうことで、じゃあ朝食食って頑張りましょう、うん、はい、あざす。朝食バイキング行ってまいりました朝食じゃないですよ今。いいんだよ、もう今バイキングは朝食にすると一番楽しいんだから。もう12時前ですよ今、はい、いや性格が出ますね。まさかのあのランチビュッフェってことでまあ笑顔が見られるのは困るということで、うん、そうだね、ここからマジで本当に練習します、うん、はい、まあこれで活力つけて頑張りましょう。もう頑張りましょうって言ってるけどね、一向に編集始まらない次こそは次こそは次のカットではマジでやってる、はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。はい、じゃあとうとうこの時がやってまいりました。とうとうということで、今から真面目に編集を行っていきますので、まあ目標は 70%。 もっと欲しい。 80%。 よし来た。よし80。目標は 80%、この2日間で完成します。じゃあやっていきましょう。はい、どうしたんですか、さっきから笑えないため息ついてますけど。最近バンカラジオログ撮影っていう撮影方式を取り入れまして、ログ撮影っていうのはちょっと見てもらいたいんですけど、こちら、これもともとの色味がこうやって薄いところに、こういうラットっていうラットっていう、まあ、いわゆるフィルターのようなものを、入れて、色味をこうやって調整していくっていう、はい、こうやって色味を調整していくっていう、作業、これカラーグレーディングって言うんですけど、そのログ撮影っていう撮影方式で、グリーンバックのシーンを撮ったところ、グリーンバックが抜けないグリーンバックが抜けない問題が発生して、抜けない問題、抜けないと何がやばいんですか。何がやばいってちょっとお見せしますね。じゃあ抜けないと、屋根透けが消えちゃいます、うん、薄い今にも消えそうな、今にも消えそうな屋根透けが落ちちゃうヨボヨボの、今でもこれぐらいやつれそうだけどね、本人も笑ってらんないね。これどうしよう、どうしよう、軽いぞちょっともうこのトラブルシューティングでかなり時間を取られそうなので、うん、一旦自然見てきます。はい、はい、自然見ましょう。あー気持ちいい。あ、めっちゃいい匂いするね。ね、すごい自然の、つうことでちょっと気分転換にね、テラスの方で作業させていただくことになりました。どうですか今の進捗は。進んでるし、うん、楽しい段階です。あ、本当に。うん、ゾーン入ってきた。入ってる。あ、うん、これ編集ゾーンあるからね。そう、あるんだよ。わかるわかる。絶望ゾーンももちろんあるんだけどあれちょっと楽しいかもっていう瞬間もあるから、うん、僕もちょっと一旦ね、グリーンバックのところは目をつぶって補完できるところからやっていきたいなって感じですね今。これ正志が好きな、屋根助の顔です。この元ネタのショーツのね、うん、ようやくっていう、やつがあるんだけど、うん、
絶対に早く帰りたい小学生のやつ、ね、そうそうそう、最後に、ようやくー響きましたね、軽井沢の土地に。本日ちょっとね、夕食をこちら春の新酒彩り御膳、こちらいただきたいと思います。そんな喋り方だったっけ。こちら天ぷらは最高、マジでうまいでしょ。間違えた。マジでうまい天ぷら、マジでうまい、編集が終わらない。現在、はい、18時半ですということで、一旦進捗確認しましょうか。はい、で、もう一回ちょっとね、あんまり詳しく言ってなかったと思うから、この動画の、まあ、どのぐらいその全体の A があるのかっていうのを説明すると、うん、もうまず、全部で殺し合いは、殺し合いは4部構成で、うん、1つ目が小学生と小学生、はい、戦い、うん、で、2つ目がナースとの戦い、ナースで、3つ目がマッチョとの戦い、マッチョで、最後がキーコと屋根付けの、主にグリーンバックを使った戦いなんですけど、まあ、一応今日の目標としてはそのグリーンバック以外の、ナース、筋肉、小学生との戦い、ここの3つの A を終わらせるというところで、はいはい、そこまでの進捗を、今から確認します。どうですか。まあまあ、やれることはやれることはって感じ。やれることはやってて、なんかもう本当テスト前日でなんかもうギリギリ間に合ってないけど頑張ったっていうね。そう、頑張った。そこを評価してほしい人の言葉で、そうやれることはよ、うん、俺の体感、そのグリーンバック以外の進捗のマックスを100とするなら、うん、まあ、75から80ぐらいまでは自己採点ね来てるんじゃないですか、うん、パーセント75から80、うん、まあ、だからちょっとこっから一旦ね、結構ぶっ続けでやってたんで、ご飯食べて、うん、お風呂入って、ちょっと休憩して夜の分頑張っていきましょう。頑張りましょう。よし、今のところ順調です、うん、この調子、はい、まあ、グリーンバックはいけるかわかんないんですけどね、一旦考えるのはやめよう、うん、やめよう。、うん、はい、本日のお風呂です。トンボの湯、トンボの湯結構有名みたいで、編集頑張ったしね。まあいいでしょう、このぐらいは、うん、一旦休息ということで、はい、じゃあ何それ、あ、トンボ、トンボ。じゃあトンボで行こう。これはちょっとさ、これやめれます、ちょっとどうなってるんですか、これね。え、マッシュ君、これえ、その顔にもないよ、ネズミ太郎。あ、やばい、これこんなん初めて見たわ。それは嘘でしょ。嘘嘘、全然。なんで嘘ついた今。いや別に美味しそうでいいじゃん。じゃあカツいただいちゃっていいですか、うん、食べようよ。いや軽井沢の絶対美味しい、これ。じゃあまず何もつけずに、熱いかな。どう、うわ、軽井沢最高。味じゃなくても土地ごと褒めるスタイルね。軽井沢最高。現在時刻、はい、23時38分、はい、ということで、ご飯食べてから夜戻ってきて、お互いにちょっと作業して、うん、今この時間ですね、はい、まあ、あと1時間ぐらい作業して、ね、ね、ちょっとお楽しみが待ってるので、そうです、最後の、うん、買ったからね、そうパニまで、まあそちらの楽しみをしてから寝て、でまた明日早く起きて最後の作業そうしましょうということで、そうしよう。じゃあラスト作業ちょっと頑張りましょう。やりましょう。はい、おもろいシーンです、今回は。散々見てるけどまだおもろい。編集前でも十分面白いんだ。
タンクトップが弾け飛ぶ。そう、タンクトップが弾け飛ぶ。通称タンクトップが弾け飛ぶです。このタンクトップを弾け飛ばしたいんだよね。そう、今これだと瞬間的にもパッて。でてれでれでれって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 れでれでれってってってでれでれで、はっって感じになってるから。遊ぶなよ。これを違和感ない風に自然にパンって弾け飛ぶようにします。はい。ちょっとこれじゃあ、編集終わったら、そうね、はい、ちょっと見てもらいましょう、うん、視聴者の皆さん、はい、ようこそマッチョブラザーズチームへ。じゃあもう疲れたし寝ますか。さすがに寝る？うん、もうだってもう時間も遅いしさ。まあ寝るか、うん、じゃあということで皆さん、また明日おやすみなさい。いただきます。じゃあね。じゃあということで、はい、練習合宿2日目、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。乾杯です。そう、軽井沢ビールです。限定のやつです。今日ぐらいは飲んでもいいでしょう。うん。いや、あなた昨日も飲んでたよね。すごい。うん、昨日も飲んでた。そして今日も飲む。まあいいでしょう。うん。うまっ。おいしい。まあ、ウド人がね、今年の1月からちゃんと正式に加入して半年なんだけど、うん、まあ、そもそもね、もう結構動画とかに出てたり、出てますよ。もう知ってる人は知ってると思うけど、まあ、軽くね自己紹介しといた方が、まあね、この現状もなんで、ね、うん、俺らがこんななんか本当に友達っぽく話してるのかとか、うん、分かりやすいと思うから、うん、ちょっとね、そうだね、話してもいいんじゃないですかね、うん、高校の時の友達で、うん、で浪人生の時も一緒だったんで、そう、同じ塾に通ってて、そうそう、面白いことにこのキータも実はそう、ウロジェンと接点はなかったけど、うん、同じ予備校で、俺と同じ予備校だった。全員同じ空間、同じ時間を共有してたっていう、そう、なんか面白いよね。面白いね。そうで、そこからもともと会社員として、2年、うん、2年間か、2年、まあ1年弱、うん、そうね、勤めたけど、まあいろんな縁があって、ちょっとバンカラジオ一緒にやってみないかっていうふうに僕は声かけて、うん、今こういった形で参加したらいいって感じです。スカウトしてもらったんですよ、はい、2本目いっていいですか。あ、じゃあ行きますか。うん。2巻目。はい。はい。乾杯。乾杯です。おお、すごい。ユースの香りが。うん。そう。僕はね、まあ、なんやかんや、こう、お酒を交わしてさ、こんな遠出する機会もないから、はい、我らが屋根助くんにもいろいろ聞きたいなと思ってたんだけど、屋根助の中で、うん、キータの一番尊敬できる部分って何？これはなんかね、どっかでも言ったと思うけどね、うん、彼はやっぱ人の才能を引き出すのがうまいと思うんで、うん、なんだろう、俺自身もそうだし、だから引き出された気がするんだよね。あ、そう。そう、なんかずーっと一緒に過ごしてきて、うんうんうん、やっぱ他人を観察してる中で、うん、なんかこういうとこが得意だよねとか、こういうとこが逆に不得意だよねっていうのを見つけてしないです。なるほどね。その観察眼がなんか鋭いというか、うんうんうん、なんかそれをなんか最大限引き出してあげるのがなんかすごい上手いなっていうふうに、うんうん、もう俺の実体験に基づいて、なるほどね、思う。うん、でも彼自身のやっぱバイタリティもすごいし、うんうん、本当に自分の好きなことには、うん、本当に、うん、脇道それずに、そう、脇道それずにまっすぐ、まっすぐ行くタイプだから、うん、やっぱそれがゆえのやっぱ爆発力っていうのもあるし、うん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 、やっぱそこのね、彼の行動力によってやっぱ引っ張られている部分っていうのは、うんうん、バンカラ上あるし、やっぱそういうところは素直に自分に持ってない部分で尊敬できるなって、なるほどね、思いますね。ジージー、練習合宿最終日ですか。はい。今日の夕方ぐらいにはもう東京の方帰るので、そうですね、それまでじゃあ朝ごはん食べて、ちょびっとだけ温泉使って、もうジャパジャパって感じ、そうだね、うん、ジャパジャパって使って最後頑張りましょう。はい、はい、じゃあいただきます。最終日。来ちゃったんですよ。来ちゃった。このグリーンバック抜けない問題
そのログ撮影っていう撮影方式で、あのグリーンバックのシーンを撮ったところをグリーンバックが抜けないここのグリーンバックがどうしても抜けない。抜いたとしてもこのキーコがザラザラになっちゃう、うん、で問題なんですけど、あのプラグインといって機能を追加するみたいなものがあるんですけど、それで、グリーンバックをきれいに抜くみたいなプラグインを今購入しまして、あのこちらの方で試してみたいと思います。多分抜けるんじゃないかな。これ抜けなかったら、うん、どうなるのって感触を起こします。そうだね、うん、精神がもうやつれて、ちょっと試してみますね。ちょっと後ほど結果は、うん、はい、報告します。無理の可能性が高い。見てください、これほら。やっぱ荒いよね。ちょっと荒いんですよ。あ、なるほど。いやー、これどうしよう。これどうしよう。新幹線間に合うか。余裕を持って乗りましょう。はい、皆さん、じゃあ次の動画でお会いしましょう。